兄ちゃん。はいはい、お考えください。やっぱりあの膝の後ろをやります？やってますね。陰部はやってますか？陰部もやってます。若い子の膣は自分であの時間とともになることあるのはあるんですけど、うん、おしっこってしてきました？散歩中に。散歩中してて。散歩中はしてないかな。してないですか？はい、家では朝、最後にシャンプーしたのっていつですか？1週間ぐらい前かな。1週間か。ちょっとここの陰部のこの近くの毛汚れてるんです、うんうんうん、だからもしかしたらその陰部からまだやっぱり、うん、免疫が出てるのかもしれないんですけども、ただその一応検査結果としては菌は出てないんですね、うんうん、あの細菌の発育はない。だからまあこれマイナスというわけじゃなくて、その増えられるような増殖する菌がいない。もう一回陰部の状況にさせていただいて、うんうん、またちょっとお話しさせてもらいます、はい。神妙な顔の気持ち悪いね。OK、見た感じはやっぱ綺麗ですね。うん、そしたらですね、これちょっとまた染めてきますので、はい、待ち合わせ少し待ってください。はい、なんかさ、綿棒入れた瞬間に止まったのビクってなったね。なんですけど、はい、もう今ほとんどいないんですね。こういう甲虫球というのはこういうようなやつなんですけども、こういうのがいなくなって、もうほとんどが遊郭って言って、こう各一個のタイプなんですね。これ向いても全然おかしくないので、で少しぐらい甲虫球というのは全然問題ありませんから、今日の細胞診この結果だけ言うともう本当に正常なんですよ。そうなんですね。こうなってくると、菌もいない、で細胞検査も大丈夫、でもう仕草自体がやめないってなってくると、覚えてるっていう意味で残ってるのか、これから減ってくるのか、あるいは全くちょっと別のところにも原因があって、それを追いかけないといけないのかっていうのがあるので、少なくとももう今は薬も必要ないと思いますし、菌はいなさそうなので、今日一回膣の中で少し洗わさせてもらって、薬なしでちょっと様子見てもらえませんか？わかりました。で1週間ほど様子見て、ひどくなってくるようだったら抗生物質効いてたんだなってこともわかりますし、あんまり量と変わらないんだけどだったら違う原因探しに行かないといけなかったりしますので、ちょっと今はあの様子見ないかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ごめんね、タンネルに温かいの入ってきますよ。恐ろしい。ちゃんがそわそわしてるんだよ。本当にこれね、本当ですか、うん、だいたい嫌がるんですよ。なんか我慢強いな。はい、あの出てきた液もそんなにすごい汚れてるわけじゃないですから、ちょっとこれで一回様子見ていただいて、はい、でちょっと気にはなるので、よくなってたとしても、来週ちょっとまたお電話いただいてもいいですか？わかりました。はい、はい、一応一旦これで終了というか、結果観察すると思います、はいはい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ったね。よいしょ。気になくなってよかったね、シュシュちゃん。ね、よかったね。